キャップが開いとるよ、タンクの。よっしゃ、朝焼けの中から行きますよ。はい、はい、はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ナメッキャングです。おはようございます。ということで、この朝焼けの中行くわ。朝ですか、これ。朝ですよ、これ。うわー、通りで眠たいと思った。めっちゃすげえ荷物、めっちゃすごい。どこ行くの？すごいね、この大量の荷物が。ベルシスやっぱ必要だね。ねえ、ねえ、俺はもうどこでも行けるよ。あ、私もどこでも行ける。もうどこまで。アメさんはそんな身軽なのに無理じゃん。今日の目的としましてはですね、はい、四国ツーリングでございます。お、四国といえば、四国といえばカルスト行きてえの俺。カルスト行きたい。うん、カルスト行きたい。もう四国カルストに泊まるんですか？当たり前じゃないですか。あ、マジですか？はい。なんかだだっ広くて寒そう。いやいや、それはないと思うけど、まあ寒さといえば寒いかもね。ということで、今回ですね、南部作家になるよね、これ多分。うわー、なるね。だってさ、見どころいっぱいじゃん。南部作家かな。いや、だって撮りたいとこいっぱいあるもんね。前左に寄ってください。はい、お疲れさん。お疲れさん。さあ、積み込みが走りましたよ。はい、オッケーって。あ、もうちょっとバイクの人そこら辺止まらねえけん。あ、はーい。はい、怖いですね。ちょっと波が来たら揺れるですね。怖っ。このスイーパスは、はい、よく揺れるんです。あ、意外ですね。松山行きがピローンってなってる。左。うわー、怖っ。うわー、怖っ。うわー、怖っ。ここ、ここ、ここ。こうする。はいはいはい。到着しましたよ。あー、到着したね。どうも。さあ、四国へ上陸。上陸しましたね。あ、やってきましたよ。やってきたね。松山上陸でございます。さあ、ジョニーさん探しに行こうぜ。マジで？マジで。父さん母さん、父さん母さん、え、探しに行くって言っとるの？言ってない。なんかツーリング日和。おお、綺麗だね。めっちゃ天気いいよ。山めっちゃいいやん。愛媛ってさ、うん、半分はみかんでできとんじゃなかったっけ？いやいや、愛媛は、愛媛の3分の2はみかんでできてる。半分以上じゃん、それ。マジか、すげえ。ほぼほぼみかんがないと見えんと。違う違う、だからオレンジなんだって。どれが？全部オレンジやん。全部オレンジやん。え？仏具店だって、仏具店見てみ、オレンジやで。老舗って書いて。ほんまじゃ、カローラもオレンジやし、エネオスもオレンジやね。そうでしょ。なんかほんまじゃ、みかんの、レプソルだったんじゃね。レプソル入院中。あ、電車だ。え、めっちゃかっこいいじゃん。伊予鉄めっちゃかっこいいじゃん。ねえ、なんかおにぎりみたい。コーヒ
リーではないと思うけど、みかんなのかなと思ったけど。わすごい、何この話。かわいいね。かわいいね立ち腹橋。なんかすごいね。暑ー、本当にこの道だったん。ヤフーさんが勧めてくれるけ。バイバスみたいなのない。ないね。罰ゲームじゃん。めっちゃ罰ゲームよ。もうずーっとよ、先。もうやだ、暑い。なんなんこの灼熱地獄。聞いてないけど。でも風は涼しいよ、今ね、吹いたら。うん。もうこっから結構いけるやろ。はい。あー、やっと流れ出した。やっと涼しい風が体に当たる。ということで、やっと松山に来ましたね。なんでここにいっぱいこう焼き物置いてんの。焼き物の町？とべ焼きだって、さっきの。あ、そうなん、とべ焼きっていうのがあるんだ。うん。うん、どうしてこんなとこある、今日のおじいちゃん。ハルスト方面へ向かっております。あー、でも気持ちいいわ。あの渋滞なんだったんよ。え、あれ松山名物みかん渋滞。次の信号ね、右ですね。はい、33号線、はい、右ですね。うわ、なにここ高っ。うわっ、めっちゃ高い。めっちゃ高いね。いくらぐらいするんだね。そっち。え、わあ、もう天気最高じゃん。最高。あ、もう熊公園来た。早っ。あ、こっから。はい。はい。だんだん田舎になってきたよ。すごい田舎になってきたね。田舎感急にぐっと出てきたね。やっぱ山は涼しいね。涼しい。ていうか全然寒くない。うん。道の駅三河。三河。あれ、ガソリンスタンドなかったよ。なかったね。あそこまで戻らないで行く。あ、ここ終わっとるっていうか、もう廃業してるやん。そうそう、だけど終わっとるね。やばっちゃうやんか。あっち？オッケー、あっち。あ、ということで、道の駅三河に到着しました。スタンドが、まあ、先行ってよ。はい、はい、道の駅どうでしたか。見たわ、良かったですね。限定のご飯なんか3個、あ、5個しかないの食べれちゃったね、2人で。ねえ、だけど早めにちょっと入ってよかったね。で、カルストへ向かってます。一応わかんないですけど、ヤフー先生がなんとかしてくれるんで。うわ、めっちゃ綺麗。川めっちゃ綺麗。空も見て最高のもうツーリング日和ですよ。もうね、今日逃していつ行くのみたいなね。あの、気温もいいし、すごい気持ちがいいね。気持ちいい。うわ、綺麗、マジ綺麗。うわ、ね、色がめっちゃ綺麗なんだけど。綺麗で、また石が白いじゃん。うん、なんかすごい映えるね。映えるね。あれぐだ。うわー、なにこれ。すごい道やね。すごいね。すごい。すごいループだね。わー、綺麗だ。あー、綺麗。うわー。そう、上をこうまたいでぐるっとカルスの方行くの。うん。あー、気持ちいいわ。気持ちいいね。いや、カルスになってもこれ、ずいぶん綺麗に走れる道だね。おー、バイクだ。バイクだ。バイバイ。これは気持ちいいぞ。怪しい道になってきたで。いや、怖い怖い。いや、マジ水出てる。あー、やい。水すげえ。あ、車来た。なんだこりゃ。すごいね。さっきの気持ちいい道どこ行った？なんかさ、壁の苔が逆に綺麗みたいな。すごいね。ここまで来たら。もう一人よ。マジで？うん。あら？間違えた？間違えた。お、何？止まって下を見る？いいね。あ、違えちゃったかな？あれね、右、左かなあかん、あかんかったらしいで。あ、そうな。あ、はい。U ターン？U ターンかも。やらかすんなら言ってよ、戻るけ。いやいやだ、やらかしたくない。間違えたもん、間違えた。あ、下走りよるね。あの、下行きよるね。あ、下行きよる。上上がってきよるね、みんな。
どっち側も行けるんじゃない？行けるんかね。だってあの行けるかも。あ、いい、行こうか。行ってみて、行ってからあの看板を後ろ覗いてみて。マジ？覗いてん、ほら。ね、四国ガラス右、左。ほら。めっちゃ細いね。どんな道やねんこれ。え、どんな道やねんこれ。わあわあ、なんかあるよ、気をつけて。いやーもうマジでこれカルスト行くのってこんなに難しい？みんな教えて、ほんま。え、間違い、え、なに、志村後ろ後ろ、え、間違い、これ。あ、急に開けたわこれ。お、綺麗っすね。いい感じ。また狭いっすよ、また狭いっすよ。こうバイクとかがスピードで来たらもうマメちゃん終了。タン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 。私 Windows だった。